まずは今日のゲーム振り返ってください。まあ攻め込む時間もありましたけど、まあ、セットプレーでやられて、あとは攻めきれない最後のパワーが少しも足らなくて、まあ、点を取れなくてちょっと悔しい負けになってしまいました。ただあの首位の湘南相手にいいシーンもたくさん作り出していましたよね。そうですね、あの練習でやってきたこととしっかり準備したことができる部分が、まあ、数多くあったので、そこをやっぱり最後の精度だったり、アイディアだったりそういうところが多分足りなくて点が取れなかったと思うので、そこはやっぱり僕も含め攻撃陣としては悔しい思いをしていました。そしてあのこの平塚のピッチは平塚出身の馬場選手にとって子どもの頃から憧れてきた大切な場所ですよね。初めてあの相手チームの選手として立ったこの平塚のピッチはいかがでしたか？意外に楽しむ余裕がなかったですね。やっぱり久々に立ってピッチもすごいいいのを感じてましたし、あとは湘南のサポーターの声の音量大きさがなんか以前と全然違って、なんかすごいクラブになってるなっていうのはすごい感じたし、まあ、その中でやってはいたんですけど、まあ、プレーにちょっと集中必死になりすぎてこの競技場を楽しむ余裕っていうのはあんまなかったですね。試合後湘南のサポーターから馬場健二平塚の男と応援歌送られてましたね。そうですね、まあ、このチームに携われて、まあ、この土地で生まれて、育ってベルマーレに関われて、本当に心から良かったと思うですし、やっぱりあったかいクラブだなと思ったし、なんかこうすごい人間味になるというか、すごい良かったなと思います。今季残り9試合になります。抱負をお願いします。僕らはまだ厳しい状況が続きますし、今日もやっぱりいい内容であっても勝たなきゃいけない試合だったので、もう一回チームで一丸となって準備して9試合1試合1試合全力で戦って、まあ本当にいい形でシーズン終わることが、応援してくれる皆さんへの恩返しだと思うので、9試合しっかり戦えるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。